中断しましたけれども、埼玉側はザンギフォルテ、はい、フォルテ対策の難しいキャラ、じゃあスタートボタン押してます、はい、やってる、え、押しちゃってください、はい、じゃあ押して、はい、さあフォルテ力士、お前もアビル、さあ乗っていく一番王者を止めるか、待ってました、騙せ、待ってて、どーんと逃げる、これは厳しくなってきた、フードが沈んだ、君は首輪が立ち上がった、どうする、バルログボーイ頼む、さあ誰が行く、バルログそこ行く、おっと首輪が前に出た、あ、ごめんなさい、そこの状態潰さないで、座るのも勘弁して、椅子座るのも勘弁して、はい、空いてるスペースあったらそこ詰めてくださいって、ガンガン行っちゃって構わないんで、お願いします、あと筐体に寄っかかっても勘弁してください、はい、はい、ガンガン前詰めてください、お願いします、あのギャラリーの方はトラロープの外でたまらないでください、お願いします、さあ首輪メカが行く、乗ってきた騎士、スタイリングダブルにマッチですか、ターゲットのバックライトが当たらない、上からブロックに行く、この着下が入って、しかしトルティーヤ、さあまた一回スタイリング、今度はしかしたが一回の時間はないバックライリング、エクスタとアスプロキュッコなんですね、おっと暴れろ、炊き出しを引き飛ばしく、さあ愛の逃避行ですか、走り回る運動量相当すごいですよ、スタミナ切れが心配だ、いやー手元は忙しい、そこでファヒータですか、こちらバックダッシュを見せたで、さあいった、見てからですか、画面見てるの汚い声が聞こえる、千葉側から汚い声が聞こえる、当たって3、4、5、5回捨てて、次にはならない、削ってあげても痛いの入れて、はい、おっとコモリじゃなかったのでごめんなさい、ダブルきます、投げる、あー、そうだよ、最後は血が逃げた、これは捕まえた、よく見てた、我慢した、これは生きてる、やっちゃった、これよくぞ溜めていた最高なんだ、当たったら最高、
投げて、逃げた。しかし投げられた。最後両方とも使った。さあ、飛ばして。ダブルインで一発しか当たらなかった。さあ、高笑いの首阿部がここでファヒーター逃げた。さあ、サイド入ってな、レベルではない。さあ、状況がよく見てね。我慢した。さあ、ここからいけるのか。運動量多いぞ。動きはせつこましいぞ。素早いぞ。まさかのゼリキャンダッシュ二人抜き。俺やりたかったのに。バルドに対して誰が行く。さあ誰が行く。カラシ応援しろ応援しろ。さあセコンド引き連れてこう1点カラシ押して。え、OK。 さあ代表さあセロンを手にすることは分かっています。それでも心よく引き受けてくれました。そしてずっと練習してくれました。ゴー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 。嘘をついてる汗の味だぜ。ソマット本物ですかこの人。取れないか。最後は味方流れ。スレード練習は嘘をつかない。捕まえてパーフェクト。まさか強い。パーフェクト今日一番の盛り上がり。出てこましい。まだ当たってる。さあバルログに垂れてるかね。結構重いね。さあ止まってからバックダッシュ乗っている。カラスいけるぞこれ。さあさあ取り進めないが投げを買っている。そっちかな。取り返しない。当たってるが当たらないか。当たらないか。バックダッシュ入っていない。我慢しない。裏にはいけない。さあ苦しくなってきた。スラッシュで手がない。当てた。手が当たらない。恐ろしい顔して。しかし会場はカラスの味方。埼玉側から黄色い声援が飛ぶ。なんと時間に禁止。捕まった。逃げてる。頑張った。しかしカラス大健闘。今川から惜しみない拍手。1ラウンドのピカチュアマグロではないはず。俺は千葉川負けたけどやりやすいはずだ。味方の大健闘はでかい。そろそろ親分出るとこなくて困ってる。アロハ。
これ有利ですからね、ザンギ有利ですからね、これ負けたりとかしたらね、ザンギさんが煽って、さあアロハアロハ、はい、アロハ、はい、はい、まあちょっとおじさんボーイまで行きたいと思います。おじさんボーイまで行きたいですか。